皆さんこんにちは、おはようございます。小山日奈子なんですが、ですね、今ですね、岡崎市役所のこちらの記者室、岡崎市役所の東庁舎の4階か5階に、あります、こちらの記者室の方にですね来ております。でこちら の朝日新聞社岡崎支局、 NHK 岡崎通信部、中日新聞社岡崎支局、中部日本放送岡崎支社、東海愛知新聞社、東海テレビ放送岡崎支局、毎日新聞社岡崎支局、読売新聞社岡崎支局、共同通信社名古屋支社、時事通信社岡崎支局、中京テレビ放送岡崎支局、中部経済新聞社三河支社、名古屋テレビ放送岡崎支局、日本経済新聞社豊橋支局、ミックスネットワーク、 FM 岡崎のこちらの15社の方の方にですね、今こちらの津沢秀人さんの高田町長選でのですね異議申し立てについての、記者会見の開催の案内状をですね、報道各位の皆様にですね、こちらの方で今配布していただくようにお願いしたところです。今令和4年の5月の20、今日は6日の金曜日になりますけれども、7日の金曜日になりますけれども、今11時24分なんですが、たった今こちらのこちらですね、今こちらにあります、これ2部、こちらの案内についてということで、2部こちらプレスリリースを須田様がお作りになられてですね、こちらを各社の方にお配りになられて、高田町役場の1階食堂のハミングバードという、食堂の中で令和4年の5月30日の午後3時から高田町女性の須田秀人様が行いました異議申し立てについての記者会見の開催のご案内ということで、今報道各社の皆様にこちらの今お書きになられているですね、こちらにお配りしたところです。それではですね、今こちらの岡崎市役所の東庁舎の4階か5階のちょっと記者室の前からですね、須田秀人様のこちらの、記者会見開催の案内の、プレスリリースをお配りに来たという配布に来たというところで、今ちょっとツイキャスやらせていただきました。それではどうもありがとうございました。また、ツイキャスさせていただきますので、ライブさせていただきますので、じゃあそれでは失礼します。失礼します。小山日奈子でした。またよろしくお願いします。